私もデートすると怒られちゃうので、あのユニットの女の子のメンバーと過ごします。あ、そう、はい、でもそうするとクリスマス寂しくないですか？みんな、はい、周りみんなカップルでしょ。寂しい、寂しい、寂しい。もうちょっとが寂しくなっちゃう。出歩かない方がいいです。そう、外に出ると悲しくなる。そう、悲しくなる。やっぱりラブラブのカップル。でもそのうちできると思うでしょ。でもね、そうですね、もう本当作りたいですよね、うん、坂口さんはなんか逆プロポーズしたいなんていう発言があるみたいですけど、そうですね、でもまあもう年内は無理ですね、はい、年内はダメ、はい、ということは年明けすごい年明けもでき、うん、そうですね、もう上沼さんが、うん、あの逆プロポーズはダメっていう風にちょっとあの、はい、上沼恵美子さんがおっしゃられたんで、はい、ちょっとそれをそれにもう上沼さんに言われたことは間違いないんで、そういうことは男性からの方を優先するっていうことですね。男性が言わなきゃダメってことですね。あ、上沼さんはそうおっしゃってたんで、はい、社長に関する子供をお願いします、はいはい、今はどういう状態なんですか？そうですね、今はあのとにかく本当に会ってないので、まず会ったらこの DVD をまだ見せてないので、あ、はい、うん、見せたいです。それはあれですよね、もちろん2人で、まあ、2人で、でもあの誰かお友達とでも、はい、何人でもどうぞ。やっぱりさっき一番最初は2人で見るでしょ。いや、そうです。そういうもんなんですか？いや、そういうもんですよ。あ、そういうもんなんですか？そういうもんなんです。そういう経験があんまないので。じゃあ、ぜひおすすめします。わかりました。すごい。それちゃん了解です。はい、はい。じゃあ、皆さんはその今出ましたけれども、この DVD をぜひ誰に見せたいとかってありますか？まだあの見たことない方々、うん、あの劇場にやっぱり足を運んで、ね、運ぶことができなかった方々にやっぱり見てもらいたいなって思います。なるほどね。どうぞ。え、誰だろう。おじいちゃんとか。おじいちゃん。おじいちゃんとか。なんかいろいろ見てもらいたいなと、うん、はい、思います。はい。あの私はあの流産するシーンがあるんですけど、そういう経験初めてだったので、やっぱり親とかに頑張ったよって見ていただきたいです。演技を、はい、うん、なるほどね、いかがでしょう、うん、そうですね、あのこの作品は本当に女の子がたくさん出てる作品ですので、うん、こうそうですね、同世代の女の子に訪ねていただきたいなっていう思いと、うん、あとこう、まあ、男性にもね、すごい綺麗な女の子いっぱいいるよっていうので見てほしい。で、本当にストーリーもしっかりして感動できますので、うん、一人でも多くの方に見ていただきたいですね。なるほど、いかがでしょう、あ、あのお父さんに見てもらいたいね。なぜ？え？なんかテレビで、うん、テレビとかこう映像であんまり見てもらえる機会がないので、うん、はい、喜んでもらえるかなと。なるほど、お父さんなんて言うでしょうね。え、わかんない。最後にね、あの何かあの彼に教えたいこと、うん、だせっかくね、上沼さんからアドバイスいただいたんで、何かこう言っておきたいことありませんか？そうですね、あの劇場に来られなかったので、はい、ぜひぜひこの作品を見て、はい、もらいたいなっていう。で、DVD をちゃんと購入をしてもらいたいですね。あれ、プレゼントじゃないの？プレゼントはちょっとしません。え、はい、本当ですか？購入をしていただきたい。だってそれくらいのお金は絶対持ってられない。でも、もしかすると、それすると六本木で合流が当たるかもしれませんよ。あ、じゃあ一緒に。ねえ、ねえ、一緒に。当たったらどこ、どうしましょう？じゃあキャバクラでも行きますか。ありがとうございました。すいません、お時間もありますので、はい、以上とさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、すいません。次のデートはどこ行きたいですか？次のデートはですね、六本木です。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。